本編に入りきらなかったニューヨークとそいつドイツのモテ部屋大公開。さてニューヨークのお二人とそいつドイツのお二人が今どんな部屋に住んでいるのか、部屋の様子をフリップに書いてくださったと見たいということなんですよ。松本さんからお願いします。まあ、ですけど本当に、9畳で下北沢に住んでるんですけど、ドア開けたらこの玄関の写真があるんですけど、玄関が世界一狭いっていう。狭い。でもここが逆にちょっと受けたりするんですよ、初めて。確かにそのあおしゃれだなっつって玄関開けたら狭っていうので、まずここで人笑い取れて、でちょっと部屋の写真なんですけど、僕は本当に嬉しい。あらお前おしゃれやな。いいじゃん。いやでも本当に何もないだけですもん、今。照明も焚いて、おしゃれおしゃれ、綺麗してるじゃん。綺麗で、まあ僕のモテ部屋ポイントなんですけど、これダイソンのめちゃくちゃ高いドライヤーで、風量が半端ないんですよ。で女の子ってやっぱこう髪を乾かしたら喜ぶ生き物じゃないですか。ちょっとそうなの。アフターケアこそ大事なの。いやでもなんか私が家行ったら、なんか私がこういうとこ変えてあげたいなって思って変えちゃうかも。もうあの僕っていう人間はこだわりがもう本当ないので。どれぐらいのレベルで変えちゃうんですか。もう1とかも。ソファーと机は絶対買える。買うてくれるってことですか。はい。めっちゃいい。マジっすか。すごい。買ってあげるんだ。あのソファーも捨てる。捨てます。おしゃれだけどな。別になんかもう潰れてるじゃないですか。まあまあまあそうですね。ほぼ地べただから。いやほぼ地べたじゃないくつろげます。寝れますよ。だからソファーと机は彼氏だったら変えていい感じにしたい。確かにな。確かにな。そうでは刺身さんのお部屋、見せていただきましょう。僕は間取りがこれです。四角いですね、結構収納が多めの。はい。これ。古いな。なるほど。まあ、あの分かります。あの窓ガラス、あのカーテンなしですね。やだ。だからあの朝とかも朝日バンって。でも自然を感じられるよ、ね、自然感じる。夜は外より寒いもんね。そうです。で久しぶりに見たでしょ、あのおばあちゃん家にしかないあのすりガラス。分かる、思った。すごい思った。あれカーテンいらず でやっぱあの実家の雰囲気あの楽しめるんで。なるほどね。あちょっと誰のあれさん、ちょっとニューヨークさんも気づいてない秘密を教えちゃうから。あの僕ん家あの床があの信じられないぐらい冷たいんですよ。やだな。であの見てください、床最近あのマットを敷いたんで。マットだ。マット、あのジョイント式のあの四角をいっぱい継ぎ足すやつ。四角いっぱい継ぎ足すやつ。でもあれあるだけで本当2度ぐらいあったかい。あったかい。本当にもうすごい。まあガチ一人暮らしやね。誰のやつなんか行ったことないような部屋かもしれない。家賃いくらよ。だって家賃5万5000円。安い。でもこれがやっぱ芸人の家というか若手の家。ただ寒いっていうね。寒い。夏は暑い。トイレうんちしたらもう膝が当たって閉まらへん。はい、扉閉まんないんで。ちょっとなんかマイナスだな。大丈夫か。それはマイナスよ。危ない。いやほんまやんだよ。危ない。さあでは続いて屋敷さんのお部屋です。俺もそんなあれですけどこれですね。ベランダ広、リビング。はでこっちが寝室で、ベランダが L 字になっとるのが一番のおすすめポイント。いいですね。あれめっちゃいい。でおすすめポイントがあのサウナとか行った時にあるさ、はい、あの整う椅子あるやん、はい、あれをベランダにドーンって置いて。めっちゃいいんだよな、これ。そうで、あのパターマットね。あってベランダは冬はもうオフシーズンとか何も活用してなかったけど、はい、あでもこれからの季節良さそう。あなんかダウンタウンデラックス出てるみたいな気がする。確かに。最後嶋佐さんお願いします。俺自信ありますよ。気になる。あ、まあ、引っ越したばかりですね。引っ越したばっかりもういいお家です。嶋佐も本気出して部屋作りました、ね、YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただきます。動画の続きはここをクリック。